カモンマテリアル。マテリアルの坂部ノラです。マテリアルのあゆみです。カモイのひろらです。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアルダリマチの可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、3月の23日でございます。はい、はい、なんとね、あと1回になってきましたけども、はい、皆さんどんな風に過ごしていらっしゃいますでしょうか。さあ、3月23日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです。はい、本日3月23日は、うん、スジャータの日。スジャータ、スジャータ、白い広がりスジャータ。スジャータティロロロンっていうね。ここまでがセットですよね。はい、でラジオやったらここにあの地方が入るというかね。はいはいはい、はいはい、スジャータはコーヒーの美味しさを引き立てるフレッシュで、そのね、代表する商品です。1976年昭和51年の3月23日に褐色の恋人スジャータとして初めて発売されました。はいはい、スジャータの、ね、名前の由来なんですよね。はい、修行中に、はい、お釈迦様に父がゆを差し上げたインドの少女の名前に由来するそうです。そのね、父がゆを飲んだお釈迦様は疲労回復された後、悟りを開かれたと言われているそうです。はい、ということでスジャータを飲んだら悟りが開けるってこと。疲労回復するってこと。疲労回復をして悟りを開くわけ。うん、悟りを開くはマストじゃなく、マストじゃなく疲労回復する方ですね。なるほど、なるほど、うん、そういうことか、うん、ですね。まあまあね、スジャータね、あの実は八尾に工場があったんですよ。そうなんです、そうなんです。で、あのその工場に、あの岡山大出身だったかな、の岡山大の柔道部かなんか出身の、あの人がいて、でその人が僕が行ってたあの名門山本高校の柔道部に、あの稽古に、あのスジャータに柔道部がないから、あの柔道の稽古をしたいからって言って、あのたまに来てはって、めちゃめちゃ強かったんですよ。身長160ちょっとしかないねんけど、あの寝技バリ強で、俺実は寝技で2段取ったって言われる、まあ、3段までいってるんですけど、あの取ったって言われてる人なんやけど、1回も勝たれなかった。もう何やっても勝てる、バリバリ強い人が、スジャータの社員でした。はい。まあ、森上さんって言うんですけどね、はい、森上さん見てますか。はい、見てるわけねえか。見てたら連絡ください。めちゃめちゃ強かったの人。スジャータ飲んで強いんですかね。ああ、それは本人に聞いてみいかと。でも疲労回復するから、ああ、そうかもね。試合終わった後のスジャータ飲めば疲労回復でまた買って。やべえ、俺スジャータ買わな。今全然やってないから意味ないけど、疲れたと思ったらスジャータ飲んで。ああ、そうね、はい、もういやでもなんかコーヒーと一緒に飲まない意味ないよね。ね、まあまあまあいいや。はい、はい、そしてもう一つ、はいはいはい、はい、ホットサンドを楽しむ日。おう、はい、うん、3月13日が、うん、サンドイッチ。そうそうですね、覚えてる覚えてる。3の1の3やから間は挟んでるからサンドイッチやね。それに10を足すと3月23日になりますよね。10は10 ホットホットサンドの、あのすごいあれやね、あの、計算が入ってくるのと、イマジネーションが必要やね。そうです、はい、本当すごいね。はいはい、となってます。はい、あ、以上ですか。はい、以上です。以上です。まあ、ホットサンドってね、今ねめっちゃ流行ってますからね。流行ってます、はい、ね、あのなんかほら、あの何、なんかアウトドアでバーベキュー、ちょっとバーベキューっていうかね、あの言ったら一人なんたらでさ、ほら一人キャンプ、一人キャンプとかでさ、あのホットサンドのあれや使ってきてジューってやってこう食べるみたいなのがね、流行ってたりとかするんですよね。で、あの割とあの一人で、一人もんの人が家で自分で作って楽しんだはったりとか、それ結構なんか YouTube とかね、 TikTok とかで曲がってたりとかしますよね。なんかこんな材料使ってやったらこんなになったみたいな、やったりしますね。そうですね、はい、今日はだからホットサンドを食べながらスジャータ入ったコーヒーを飲んでくださいという日となってます。いや、そんな日はないと思うけどね。3月23日はそうなんです。はい、はい、はい、そういうことですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、
はい、ということでですね、このプレゼンありかなしかなんですけども、はい、まあそうですね、もうね、何回来てるのか分からなくなってきてる感じにはなってるんですけども、うん、レギュラー、はい、もう レギュラーですよね、うん、もうはっきり言ってね、はい、まあ呼びましょう、松村さん、はい、あれもうほんまになんかキンキンでものすごい来ていただいてる感じですね。そうそう、もうね、なんかこう、はい、なんかデジャブ。いや、また言ってる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 、はいはいはい、はい、そうですね、はい、ということで、今日も、映画の宣伝に来ていただいたわけなんですけども、今日は何の映画を、はい、今日はですね、はい、先週の16日にご紹介させていただいた、はい、うんうん、同じ未体験ゾーンの映画たち2024の中から、うんうん、カムトゥルー、あ、来た、戦慄の催眠術、出た、今度はちょっと真面目そうなタイプ、いや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 、この間はね、ちょっともうコメディっていうか、ね、コメディみたいな、はい、感じでしたけど、はい、今回は本当のちょっとホラーサスペンス、サスペンスですね、はい、で、まあ、ちょっとね、これは23日のこのね配信、うん、の時にはちょっとシネリーブルメタでの上映はちょっと終わっちゃってるんですけど、まあ多分4月以降にシネマコーメでは、はい、シネマコーメで、ね、はい、上映予定されてる作品になります、はいはいはい、はいはい、ということで、もうだんだん段取りはね、はい、入り口の段取りはさすがにもう分かっていただいたみたいなんで、もう番組が終わりすぎてあと1回で終わるっていうか、この、プレゼンに関しては、うん、今日が最後なんで、ああそうなんですよ、そうか、最後のプレゼンなんですこれ、はい、ですね、はい、になってやっと段取り分かっていただいたって感じですね、はい、あとは変える時だけ分かってくれたらもうね、はい、バッチリかなと思うんですけど、はい、では、はい、参りたいと思います、準備よろしいでしょうか、はい、はい、このプレゼンありかなしかスタート、feel well rested? Definitely more rested. That's really good. I'll give him a try. Even if not, I met him in a bookstore earlier. I just don't feel like being social, okay? Come on. So you have no reaction to this image, correct? Sarah, are you... this place! No, I'm not okay! You guys are watching our dreams? We all have nightmares. Eventually, they end up here like this. Countless records throughout history across varying cultures, and yet... Oh my God. はい、今日紹介させていただくのは、はい、まあ、先ほども言いましたけども、はい、未体験ゾーン、はい、2024、あ、未体験ゾーンの映画たち2024、はい、まあ、要するになかなかね、一般のロードショーでは、さまざまな事情でできない作品の優れた作品を、まあ、紹介している特集上映、そうですね、はい、で、これは多分もう12年続いてるのかな、12年も続いてるの、へえ、はい、まあ結構この中から、まあ、ロードショー公開されたり、うん、評判になって、はいはいはい、話題になった若手の監督とかいる中で、はい、ちょっとこれ、うん、まあ、カナダの監督なんですけども、はいはい、アンソニー・スコット・バーンズさん、はいはい、多分日本での公開は今回やけど、はい、長編は2作目の監督で結構ね、うん、音楽プロデュースなんかもやってる、はいはいはい、だから映画だけじゃなくて音楽 の、はい、まあ、バンドのプロデューサーなんかもやってるんで、うん、結構多分映画見てもらうと、はい、特にまあまあ
スクリーンでね、はい、見てもらうと音響なんかも なるほど凝った映画、うんうんうん、でまあ簡単にお話をすると、はい、まあサラという女性がいて、サラ、はい、まあ、ちょっとねオープニングもね、え、なんでこんなところ寝てんの、うん、みたいな、うん、とこから始まるんですけど、うん、まあ不眠症なんですよ、ね、はい、でそれである時にですね、あのある研究所が睡眠実験、はい、睡眠中に何を見るかという実験をすると、うん、臨床試、はい、実験ですよね、はい、をするというのに、まあ、参加することになったら、はい、これはあれよあれよじゃないですけど、うん、徐々に徐々に恐ろしいことが起こっていくということで、やっぱりなんかカナダ、はい、の監督ということで、はいはいはい、ね、デビッド・クロネンバーグ、うん、まあ、多分最近だと戦慄のクライム・オブ・フューチャーとかやってましたけど、うんうん、の初期の頃 の、うんうん、あのインディーズ映画、うん、のなんかテイストがあるちょっと科学的なあれを扱った、はい、あれなんですけども、うん、まあ、あれがあれなんですね、だからもう内容言っちゃうと面白くないんで、ね、まあまあまあ、そこはちょっと難しいんですけど、あのね、だからねこれね、まあ僕もあの実は全部はちゃんとは見てないんですけど、はいはい、さらっと見たんですけど、あのまずそのやっぱりねちゃんとしてるんですよ、画角の切り方が、で画面の作り方、画面の作りがすごいきっちりしてる、で映画分かってますね、うん、でだからあのしっかりした画角を作ってるし、そしてグレーディングもものすごいきっちり考えて作られていて、色彩が、音響もね、先ほど音楽プロデューサー、音響もなんかすごいんですけど、うん、色彩もなかなかすごいですね、だから画面デザインがすごいんですよ、だからそうです、ね、であの特に何があれっていうと、その要は実験なんで、はい、あのお部屋が真っ白なんですよ基本。そうですよね。ね、だから病室みたいな、そうそう、病室みたいなところでずっと白壁がバックで、うん、あの前に人がいるみたいな感じなんで、うん、あの普通は飽きるんですけど、はい、飽きない。そう飽きない画面作り。うん、で、あのずっとなんていうの、ほら、あの病院の病室ってなんかちょっとほら緑がかった白みたいな感じのイメージあるやん、はいはい、蛍光灯の色のが生えてるっていう、はい、なんかそれがずちょっと統一感を持って、うん、あのグレーディングされてて、うん、だからすごい色彩設計を考えてます、ね、すごい考えられて作られてますね、うんうん、はい、だからあのあれね、撮影時点からやっぱりそのこと考えて作ってないと、うん、あのムラが絶対できちゃうんですけど、うん、それがあれだけ綺麗にできてるってことは、もう撮影時点から相当色彩のこと考えて作られてる作品ですね、うん、だから結構ね、研究所とか出てくるとか、うん、なんかあれやねんけども、うん、でもそんなに多分予算かけてないなっていうのが、でこれだけ面白い、まあ、だってシチュエーションやから、もう本当にあのずっと同じ病室がずっと映ってるんですよ、病室が映ってる、それをモニターで睡眠時間のレム睡眠になった時何を見るかっていうのを見てる研究所の人らの部屋で、まあちょっとあの外に出るシーンもあるけど、うんうん、あまりないんですよ、なくてちゃんと話に広がりも出して、うん、あのすごい面白いものにしてるっていうのは、だから意外に低予算でできてて、この水準っていうのはあのめちゃめちゃこうなんかアップダウンがあってとかってないんだけど、うん、ずっと引きつけられる画面の作り方をしてるっていうのがすごいですよね。だからね、多分ね、あのこれの主演やってるジュリア・サラストーンさんっていう人が、まあちょっとなんかね、年齢がね、ちょっと調べても不詳なんですけど、まあそれなりの女性が結構ね、カナダではバンクーバーとかで主演女優賞とか取ってて、なんかキャリアもあって、キャリアも結構上のはずやねんけど、見た目がちょっと発光な、なんか幼く見えて、で、まあ、なんかカナダのホラークイーンみたいに、ね、言われてるらしいんですけど、ホラークイーンなんや、大阪、え、じゃあ日本で言ったら誰なんやろ、ホラークイーンって、だから逆に言えばね、これ見ててなんか思ったのは、うん、雰囲気があれに近いんですよ、俺の好きな、うん、ダリオ・アルジェントのイタリアのホラーのサスペリア、サスペリア、はいはいはい、ジェシカ・ハーパーっていう、はい、なんか大人の女性の、サスペリアって確かなんか高橋さんも好きって言ってたんだけど、なんかね、
ちょっと幼い感じで発酵そうな、はいはいはいがそのバレエ学校に入ったらそこは実は悪魔の巣窟やってんで色彩設計、はいはい、これ今サスペリアの話ですからね。カムトゥルちゃうやねんけどそのかその雰囲気に出てる雰囲気がねすごい。だからどこかにこう一人の女性が入っていくと、うん、そこに何かがいて、うんうん、すごいなんか色彩設計でなんか恐ろしいことが起こる中でみたいな。だまあ、あのいわゆるサスペンスとか、うん、ホラー、まあ、スリラーっていうかなんか、はい、そういう感じなんですけど、その、うん、あのこの引っ張りがすごいんですよね。すごい引っ張りがすごいんですよ。だからあの絵で見せながら期待をずっとさせるんですよ。で最後のラストに来てもはっきりはわからないけれども、うん、なんか恐ろしいですよ。っていうなんか、まあ、そのヒロインの女性がわーって走って逃げるんですけど、その時の演出が脅威です怖い、逆に怖いんですよ、うん、見せないから、一体何って見えないからこその怖さってあるもんね。逆になんか今ね、すごいあのいろんなデジタルなりなんなりをバーンと怪物出すとかなんかできたりするんだけど、それってああできたねとかっていうふうに思っちゃうけど、逆に見せないと怖いっすよね。いや本当に本当に、うん、だからなんかサスペリアも、うん、あのダリオ・アルジェントにしてそんなにねもろバーってね、うん、悪魔とか出てこないんですよ、はいはい、怖いんですよ未だに、うんうんうん、だけどサスペリアをなんかリメイクして、うんリブートしたやつはもうブワーンって最後出てくるんですよ。ブワーンってすごいあのデジタル入れて、いやけどそうーんっていう感じなんで、逆にそういう意味で、でもこの監督はね、あの配給の社長はキックビー怒りの監督すごい推しますけど、俺はこの監督をしますんで、この監督は結構それなりの予算があればそれなりのものを取れる才能ある監督やと私は。うん、あの社長はともかくですけど、担当の若手君は、うん、あのどっちかっていうとカムトゥルー派でしたね。これは面白い。いや別に怒りの観察もおもろいんですよ。おもろいんやけど、いやそれはもう単なる好みで、だからあの種類が違うんで、全然種類が違うんで、だから好き嫌いは何でもあると思うんでね、うん、で俺はこういう感じの低予算でよくできた、うん、あのホラーものっていうのはもう本当にまあ昔はもうガンガン見てたんで、もうその特にデビッド・クロネンバーグ、特にねあれなんですよね、やっぱホラーものって、うん、あの設計をちゃんと考えてないとやっぱしんどいんですよ、ね、しんどい、難しい、思いつきでぐちゃぐちゃすると、うん、あの前後のつながりが合わへんとかになってきて、うん、そうなんどないやねんって思っちゃうんですけど、うん、でもやっぱちゃんと考えて作られてるやつって見ててあの何やろ、すっきりせえへんねんけど、はい、ずっと頭に残ってるみたいなやつになるじゃないですか。ホラー映画撮るのって結構難しい。いや難しい難しい本当に、ね、なんか適当に撮ってんちゃうかって言われてる悪魔の生贄になって、うんうんうん、トビー・フーバー計算に言ってますから。いや本当に本当に、あのだからたまにあのね、日本の監督とかでね、うん、あのもう絶対これ何も考えてへんなっていうやつを見た時にもうムカつくんですけどね。そうです。いやこれはだからそうじゃない方ですからね、うん、そうじゃない、はい、これはぜひあのやっぱりなんかちょっとなんかまたカナダの監督がクロネンバーグ、うんうん、でまたクロネンバーグの音あの息子さんの、はいはいはい、あのが撮ったあの、うん、ポゼッションっていうのを見たけど、うん、これも変わったね、奇妙な映画なんですけど、うんうんうん、ちょっとなんかアメリカでは生まれない、うんはい、なんかちょっとカナダっていう風土が生み出すのかなっていう、なるほどね、いろんななんかすごいテイストの映画なんで、うん、これはちょっとシネマ神戸でやるときに、うん、ぜひ大阪の方も、はいはい、ちょっとね京都の上映決まってないんで、はい、京都の方もちょっと足を運んで見ていただければと思っております。はい、はい、という感じで大丈夫ですか。はい、もう全然もう、はい、はい、ということで今日は映画カムツルでした。ありがとうございました。ここでポーンって、ちょっと待って、丸べきなんですね、はい、丸べきですね、だいぶ分かってきはった、もう今日で終わりやけど、まだもうだいぶ分かってきはったから、ということでございますね。すいませんね、はい、いえいえ、とんでもないです。すいません、ね、あのいやでもあのカムトゥルー俺も見て、ちゃんと見てほしいね。俺もちゃんと見ようと思いますけど。だから多分なんかスクリーンで見る機会があった、うん、スクリーンで見たら、うんうん、俺はなんかこう、うん、
そうじゃない、あのね、だから、ね、キックミーもそうやし、そのカムトゥルーもそうなんだけど、やっぱちゃんとスクリーンで見るように作られてるんですよ。だからちっちゃい画面で見るんじゃなくて、そこまで計算してないですもんね、うん、なんか今の映画はなんかそういうのに見るやろうみたいな考えて作ってる映画もあるけど、割とね配信とか前提で作ってたりとかするから、うん、画面の作りがちっちゃいやつが多いんですよね、うん、でもあのやっぱ大画面で見たらどういう圧が来るかみたいなとこ、うん、計算して作られてるやつめっちゃおもろいんだよ、うん、やっぱ考えて作ってる、はい、だからそれちょっと見ていただきたいなと思う、それも見たいなと思ってます。はい、はい、ということで、では、いきますか、今日こっちね、はいはいはい、最後の丸バツでございます、最後の丸バツでございますんで、はい、どうなるんでしょうか、これが違うな、これがねもうデジャブじゃないかもしれないその結果によってデジャブかどうなるんでしょうか、はい、はい、このプレゼンありかなしか判定、もうね最後までモザイクかかってね、そうそうボイスチェンジャーかけられてるかと思ったけど、もうなんかもうデジャブと違う、はい、これは、ね、マルチニューバースかと思いました。マルチユニバースになってよかったです、はいはいはい、もう最近でもマルチユニバースの作品多いですね、多いですよ ね, 多いね、まあれあんまり好きじゃないです、もうさっぱり分からんから何がないやろ、関係がよく分からないんで、はい、はい、ということで、本当に松村さんありがとうございました、はいはい、まあこれでね、はい、この番組も、はい、あの次回で終わるということ で,、はい、で, でまあ、はい、これでお会いすることもないかと思いますが、はい、あの名残惜しいですが、はいはい、あよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では次、あゆみ。はい。はい、の情報です、はい。はい、本日ですね、土日、月1土日ランチの日となっております。い本日のね、会は、うん、本日の会では、今日は、うん、まだね、お席、残席ありますかね、はい、って感じなので、はい、ぜひぜひ、ね、はい、お問い合わせしていただいて、お越しください。はい、日曜日の方は、もう満席となってますので、ご了承ください。はい、はい、そして3月の、ショートムービータイム27、28と2日間ございます。はい、27日、の水曜日は大橋貴之監督の押し入れ女の幸福と日浦昭弘監督のともるの2本の上映になります、はい、そして28日木曜日は、野本梢監督の初めての海と私は渦の底からと、演劇映像、はい、演劇派カラーズのベルウィチアの上映になりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。料金の方がそれぞれ税込み1100円プラスワンオーダー差となっておりますのでお越しくださいませ。はい、そして4月に入、あ、違う、そしてですね一番大事、はい、3月の30、31で朗読演劇バーマテリアル春の宴を上映、開催いたします、はい、名作をね、朗読演劇して楽しんでいただける時間となっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しください。演出お坂部五郎、出演私も出ております、6人の役者がね、チームになって演劇、はい、朗読演劇をしますので、うん、ぜひぜひ皆様お越しください、はい、30、31とも土日とも12時の回と16時の回、計4公演となっております、料金の方が2000円プラスワンドリンク制となっております、ご予約必要になりますので、マテリアル公式サイトの方でぜひご予約してお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、そして4月に入ります。4月に入りまして、ショートムービー、タイムのねラインナップまた増えておりますので、はい、はい、サイトの方をね確認していただいて、はい、この作品リスが何でやってるかなっていうのも、詳細残しておりますのでご覧くださいませ。はい、そしてですね、4月の11から15日にかけまして、最新作の上映決まりました、うん、はい、野比明監督の女の仕事と、長谷川千佐監督のエターナルラブが蔓延した日の、作品を、かけます、はい、はい、上映することが決まりましたので、うん、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、詳しい内容はサイトの方に載せておきますので、はい、ご覧くださいませ、はい、
4月の、19日から21日にかけまして、はい、颯総監督のファーストミッションの上映が決まりました。マトリールね1回あの上映させていただいてたんですが、ですねはい、再上映となります。はいはいはい、船橋が舞台ね。そう、船橋を守る、はい、兄弟の話です。めちゃくちゃおもろいので、はいはい、ぜひぜひ、ね、アクションです。もちろんアクション、はやてさんのアクションが、たくさん入っておりますので、はい、ぜひぜひ皆様、お越しください。なんでね、パンフレットの方が増刷されるそうで、はい、ここでも販売させていただくことになりますので、ぜひそちらの方もお求めください。はい、はいはい、っていう形になりますね。はい、はい、そうですはい、お疲れ様でした。はい、はい、じゃあいきますよ。今日のぶっちゃい、はい、今日のぶっちゃいは、3月にラインナップされましたショートムービータイムの中から、うん、演劇映像の演劇図らずのハピネスと、はい、ウェルウィッチアの、はい、2作品になります。うん、はいはい、こちらね、演劇図らず小坂部五郎主催の、劇団となっておりまして、はいはい、ハピネスと、ね、ウェルウィッチア、うん、こちらの方ね、このマテリアルで、はい、上演した作品になります。はいはい、本当になんかハピネスとウェルウィッチア、うん、生と同の感じでね、うん、2本同時にやってたんですが、今回ショートムービータイムでそれぞれ、はいはい、上演させていただくことになります。ね、僕も、うん、来させてもらったんですけど、はい、両方ともね、うん、はい、本当にね、この今ここでこのスタジオとして使ってる、はい、ここの空間でやってるんですけど、うん、普通で考えたらこっちが舞台になるじゃないですか、うん、じゃないんですよ、じゃないんですよ、うん、この真ん中ぐらいで縦にピシュッと分けてこっち側が椅子席 でこっち側が舞台になってて、で役者さんこう出てきてここで演じるっていう形なんですよね。でだからうまくこのなんていうの、ちっちゃい空間を生かした形で、うん、なんていうんですか、変にこうセットを立て込むとかそんなんじゃなくて、うん、照明とか音響で、うん、いろんなことを想像させてくれて見せるっていう、あと衣装とかでね、はいはい、そういう仕組みになってる感じですよね。はい、ね、はい、うん、はい、ですね、あんた演出のやつなんか他人事みたいに言ったの、生徒どうなの、はい、言っちゃった。あ、ただね、一個訂正させてほしいんだ、うん、ウェルウィッチア、そうでしょ、はい、ウィッチアみたいな、ウェルウィッチア、ウェルウィッチア、そういうね、植物っていうか、サボテンの、はいはいはい、ウェルウィッチア、うん、こうサボテンのこういろんなこう、うん、入れるんですけどね、分かれ道っていう意味、まあ、奇想天外っていう意味、うん、日本語名っていうのがあって、はい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 、でやっぱりその何かのこう分岐点って言って、人っていっぱい分岐点ってあるじゃないですか、うん、でそこをなんかね、こう分岐するどっちを選ぶかっていうところをテーマにした作品であります、うん、ベルビッチャーの方で、それはもうどうとか動きのある作品 でハピネスの方は、まあ、ちょっとなんていうんですかね、想像の世界を入ってます、うん、うん、はい、まあまあ、どっちかっていうとその、うん、会話劇、ね、会話劇ですね、はい、うん、はい、そっからこうだんだんこう何かが起きていくっていう、その会話の中でお客さんも想像していってほしい、うん、でこれはもうレストランの一つのテーブルで起こる、うん、話なん で、ね、これは静な、そうですね、はい、静かに動いていくっていう感じの、はいはい、まあ、内容でございます。もレストランのウェイターで出てます、ウェイターで動画出てます、はい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 、料理は、そうです、はい、これがまたね、ちょっとポイントになってますよね。そうですね、ね、はい、そこをまた楽しみにして、はい、でもう一個の方があれですもんね、もうね、何だっけ、近未来っていうか、そうです、未来の話で、はいはい、でもうめちゃめちゃ動き回るんですけど、そうですね、どっちにするかっていうのね、うん、このボタンが出てきて、はい、しますよ、これをどう選ぶかで、はい、いろんな音と光の演出が出る光の演出をここでやるのは初めてみたいなやつですよね、確か。そうですね、はい、うん、そう、確かそうやったと思う、うん、まあ、ライブとかでね、やってたけど、まあ、電撃でやるのは初めてで ね、そう、はい、でそれによってこのどういう音が出るのか、どういう色がつくのかで、また話の展開がね、はい、大きく変わったりとかするっていうところがまた面白いですよ、はいはいはい、っていう感じです。
日本で言うと、はい、インドネシアですけど、はい、はい、まあ、まあまたね、うん、いつかまたここでもやるかもしれないし、はい、外行ってどっかでやるかもしれないですけど、うんうん、まあ、朗読演劇も ね一応やります。朗読演劇、はいはい、朗読演劇からスタートして、うん、まあ、またね舞台でやろうかなとは思ってますね、はい、まあ、その前に、うん、あのこの空間を使ってね、はい、やったっていうのをまずは見ていただいてです、ね、うん、そうですね、はい、演劇はからずでこんなことやんねえやんっていうのをちょっとね知っていただけたらいいんじゃないかなと思いますね、はい、はい、以上でございますか、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということでエンディングでございます。ということでですね、いよいよでございますよ、はい、はい、終わり次回で終わり、はい、ね、さ次回が最終回です、ね、話ですね。いやいや、とんでもございません。こちらこそ本当にお世話になりました。いやだから本当ね、あの松村さん、まあ、あのその前に高橋さんがいて、そのなんかいましたね。いやいや、おいおいドキドキするようなこと言うのやめてくれよあのシネマコミュニケーターの高橋さんがいて、で、まあ、あの高橋さんからご紹介いただいて、でそれからずっとその松村さんにね、あの映画の紹介のネタをいただいて、でインタビューしたり、ここへ来てもらったり、結構だから来てもらってますよね、何人かね。まあまあ来てもらってますよね。ねえねえ、まあ、リモートなんでね。そう、リモートでもやけど、割とスタジオにも来ていただいたりとかして、あのドキドキしながら喋った人も何人かいますけど、ね、怒ってないかなとか思いながら、こんな番組やったんやみたいな感じの、あの丸バツのやつとかね、一切喋らないみたいな、いやプレゼンしに来たんじゃなかったっけみたいな感じで、俺がずっと喋ってるみたいな感じもいましたから、リンクを貼りまくってるんや見てないんでしょうね、はいはいはい、まあ、そんなこともいろいろとありましたけど、いやでも本当にお世話になりました、ありがとうございます、はい、はい、ということであと1回、はい、ラスト1回を残すのみという形になりました、はい、また来週ですね、どんな内容になるのか、まあ、のそのカモンマテリアルらしく、なんか楽しく終わりたいなと思ってますんで、来週もまた見ていただきたいと思います。はい、ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。はい、さようなら。